フランスパリ郊外のサンドニにあるスタッド・ド・フランスで毎年開催される陸上競技大会。旧称はミーティング・ヤズ・ド・フランス。かつては IAF ゴールデンリーグの一競技会。現今では IAF ダイヤモンドリーグを構成する一競技会である。1999年に始まった。過去最多観客動員数は2005年7月1日に、 記録した7253人。パリ国際、ダイヤモンドリーグ、パリ大会などとも表記される。大会の起源は1984年に、ミシェル・ジル・ベルマンが、スタッド・オーギュスト・ドローヌで開催した、陸上競技大会にある。この大会は1998年まで開催された。他に、パリでは、スタッド・セバスティアン・シャルレティで毎年開催される。 陸上競技大会があった。二つの大会は1999年に共同開催の形でスタッド・ド・フランスに会場を移して新しい競技会となるミーティング・ギャズ・ド・フランスを開催した。1999年7月3日のミーティング・ギャズ・ド・フランスを57,724人の監修が感染し、フランスの陸上競技会としては当時の過去最大となる。 観客動員数を記録した。IAF グランプリ2にランクされた初回の大会は19種目が行われ、男子選手はヒシャム・エルゲルージ、ドノバン・ベイリー、イヴァン・ペドロソ、コリン・ジャクソン、女子選手はゲール・ディバース、マリーン・ウォッティ、クリスティン・アーロン、キム・バッテンといった各種目のトップ選手たちが出場した。キューバのファビエル・ソトマイオルが男子総高飛びでに、 立方メートル4の記録で優勝し、また、カザフスタンのオールガシシギナは、女子100メートルハードルで、自己記録に迫る12秒47を記録して、優勝した。ロシアのアンジェラ・バラコノワは、女子棒高飛びで4メートル55を記録して、ヨーロッパ新記録を樹立した。2000年に2つの大会は、ミーティング・ヤズ・ドゥ・フランスとして、正式に統合された。この大会は、 IAAF ゴールデンリーグに区分され、ベルリンのイシュタフやビスレットゲームズと同じクラス5にランクされた。シドニーオリンピックの数週前に行われたこの大会で、タチアナ・コトワは女子総幅飛びで7メートルで A4 を記録し、キャシー・フリーマンは女子200メートルで22秒62を記録した。アリ・サイィシエフは男子3000メートルで7分27秒67を、 記録して、同種目の大会記録を更新した。2001年大会は、男子800メートルで、アンドレ・ブヒャーが1分43秒34、同1500メートルで、ヒシャム・エルゲルージが3分28秒38、女子100メートルで、マリオン・ジョーンズが10秒84、同3000メートルで、オリガイ・ゴロワが8分23秒75をマーク、4つの 大会新記録が生まれた。ミーティングギャズ・ドゥ・フランスはメモリアル・バン・ダムとベルトクラッセ中立ヒに次ぐ IAF クラス3にランクされた。2002年大会は4万8000人の監修が訪れ、降雨、冷温、強風といったあまり好ましくない条件下で開催された。この大会に初めて参加したモーリス・グリーンが男子百メートルで九秒十九を 記録、女子100メートル H のゲールディバースは、男子3段飛べのジョナサン・エドワーズによる17メートル75と、女子やり投げの立ちナシコレンコのよる64メートル 59? の2つの大会新記録が生まれた。男子棒高飛びのロマン・メニルは、ゴールデンリーグで勝利した最初のフランス人選手になった。2006年大会の男子5000メートルにおけるケネニサ、ベケレト・エドウィンソイ。 ベケレはソイカを抑えて12分51秒32の記録で優勝した。2003年大会は、同じスタッド・ドゥ・フランスで開催される世界選手権より1月余り前の7月4日に行われ、5万5千人の観客を集めた。男子5000メートルは、アブラハム・チェビーが、ハイレ・ゲブレ・セラシェを破って優勝、5人が12分台を記録している。 男子 3000mSC は、ブアブダラ・ターリが、ヨーロッパ記録体の8分06秒91をマーク。女子3段トべのタチアナ・レベデワが 15m12、男子 110mH のアレン・ジョンソンが12秒97をマークし、それぞれ大会記録を更新した。2004年大会は、アテネオリンピック3週前の7月23日に、 行われ、63,851人の入場者数を記録した。モーリス・グリーン、バーナード・ラガト、アレン・ジョンソン、フェリックス・サンチェス、クリスチャン・ウォルソンらが出場した。男子200メートルは100メートルで優勝したフランシス、オビクエルが20秒12の記録で制し、この年で引退することを表明していたフランク、フレデリクスが20秒35を記録して3位に入った。 男子円盤投げのウィルニリウス・アレクナが 70m21、女子 400m のトニーク・ウィリアムズ・ダーリンが49秒15、女子ハンマー投げのイップシモレノが 72m43 をマークし、それぞれ大会記録を更新した。2005年7月1日、ミーティング・ヤズ・ドゥ・フランスは1日開催の陸上競技大会として、最大となる7253人の観客を集めた。 トラックレースでは男子5000メートルの懸念にさべけるが自身が持つ世界記録に3秒及ばないものの同年のシーズン世界最高記録となる12分40秒18をマークして優勝した。1月後の世界選手権で優勝することになるラッジ・トゥクレは男子110メートルハードルフランス新記録となる13秒02をマークして優勝した。 2006年大会は4つの大会新記録が生まれた。アサファ・パウエルは、初めでこの大会に出場し、男子100メートルで9秒85をマークして優勝。男子400メートルでは、ジェレミー・ウォリナーが43秒91、女子1500メートルのユリア・チジェンコは3分55秒68、 女子棒高飛びのエレーナ・イシンバエワは4メートル7 6をマークしそれぞれ大会記録を更新した。男子5 0 0 0ルの懸念にさべければ、エドウィン・ソイを破って2年連続優勝を飾った。2007年大会女子1 0 0ルスタート前の様子2007年大会男子1 1 0ルハードルはダイロン・ロブレスが世界記録保持者の流暢らを破って優勝した。 ロブレスとアメリカのアンワルムーアの二人が13秒13をマークしたが、写真判定の結果ロブレスが勝利した。男子1500メートルはアラン・ウェップが同年のシーズン世界最高記録となる3分30秒54をマークして優勝した。女子棒高跳びのエレーナ・イシンバエワは4メートル91を、女子総高跳びのブランカ・ブラシッチは2メートル02をマークして優勝。 それぞれ大会記録を更新した。2008年、大会はスタッド・ドゥ・フランス開催となって10周年を迎えた。女子800メートルはパメラ・ジェリモが1分54秒97をマークして優勝、ジュニア世界新記録、アフリカ新記録、大会新記録を樹立した。男子110メートルハードルではダイロン・ロブレスが同年6月に、この年の大会では、 男子400メートルのジェレミー・ウォリナーが43秒86、女子5000メートルのルーシー・ワゴイが14分38秒47をマークし大会記録を更新した。同じ2008年、大会創設者のジルベルマンが長い闘病生活の末に亡くなった。1999年から2008年まで、ミーティング・ギャズ・ドゥ・フランスとして行われた大会は、2009年2月に、 新しい大会スポンサーであるアレバを関して、ミーティングアレバと名を改めた。2009年大会は大雨に見舞われたが、ケネギサベケレ、ケロン、スチュワート、サーニャリチャーズロス、エレーナイシンバイワの4人が、ゴールデンリーグのジャックポット対象者に残った。この大会では、ウサイン・ボルトが100メートルで、シーズン世界最高記録となる9秒79を、マークして優勝。 大会新記録を樹立した。ボルトが世界選手権で世界記録を再び更新する数週間前のことであった。続くダニエル・ベイリーはアンティグアバー・ブーダ記録を更新し注目された。棒高飛びフランス記録保持者ルノー・ラビレニの勝利を見ようと46,500人が集まった大会でもあった。女子100メートルはケロン・スチュワートが10秒99をマークして、 優勝、女子400メートルのサーニア・リチャーズは49秒34の記録で圧勝し3年連続優勝を飾った。ダイヤモンドリーグ初年度の2010年大会男子800メートル、スタート前の様子2010年、ゴールデンリーグはこの年に新設された IAF ダイヤモンドリーグに統合をされ、ミーティングあればも、その1大会として行われることとなった。2010年大会では、 男子3000メートル SC のブリミン・キプルト女子5000メートルのビビアン・チェルイオット女子砲丸投げのナドゼアをスタプチュク、女子円盤投げのヤレリス・バリオスが大会記録を更新した。ウサイン・ボルトは9秒84の記録で、同国人のアサファ・パウェルやヨハン・ブレイクを下して2年連続優勝を飾った。2011年大会は7月8日に行われ、 ヤルヘリス・サビヌがこの年の女子三段飛べ世界最高記録となる14メートル99をマークして優勝した。女子有投げのクリスティーナ・オーバークホールはシーズン世界最高記録となる68メートル H を記録して大会記録を更新。女子400ハードルのズザナ・ヘイノバはシーズン世界最高記録となる53秒29をマークした。 男子110メートルハードルはダイロン・ロブレスがデビッド・オリバーとの同タイムの勝負を制して優勝した。2012年大会はロンドンオリンピックの4週前にあたる7月6日に開催され5種目のシーズン世界最高記録と2種目の大会記録、1種目のジュニア世界記録が刻まれた。男子800メートルのデイビッド・ルディシャは1分41秒54。 をマークして優勝し大会記録を更新した。その他に、男子3000メートル SC のポールコエチ女子100メートルハードルのサリー・ピアソン男子400メートルハードルのハビエル・クルソンがシーズン世界最高記録を男子5000メートルのデジェン・デブル・メスケルは同年のシーズン世界最高記録をマークしてそれぞれ優勝した。 男子5000メートルのハゴス・ゲブリウェトは12分46秒81を記録して2位に入り、同種目のジュニア世界新記録を樹立。女子3000メートル SC のハビバグリビは9分28秒81の大会新記録で優勝した。2013年大会は、ウサイン・ボルトに注目が集まり、200メートルでシーズン世界最高記録19秒73を、 マークした試合を5226人の監修が目撃した。この年のボルトワレース前のイベントでシトロエンに CV に乗ってトラックを回りファンの声援に応えた。この大会はフランスを代表するボーテカ飛び選手の一人で世界選手権銀メダリストロマン・メニルの引退試合となった。その男子ボーテカ飛びは同じフランスのルノー・ラビレニが5メートル92の 記録で優勝した。ボルト以外に、男子3000メートルのエゼキエル・ケンボイ女子5000メートルのティルネシュ・ディババが、大会新記録とシーズン世界最高記録を、男子400メートルのキラニ・ジェームスが、シーズン世界最高記録をマークしてそれぞれ優勝した。男子3000メートル SC でケンボイに次ぐニ位に入った、マイディヌ・メキシベナバは8分00秒09のヨーロッパ新記録を樹立した。 ありがとうございます。